金融庁は31日、中古車販売大手ビッグモーター東京、による保険金の不正請求問題を受け、同社と損害保険7社に対し、保険業法に基づく報告命令を出した。ビッグモーターについては、保険代理店としての運営状況などを調査。損保7社はビッグモーターに自動車保険の販売を委託しており、 取引の実態解明とともに契約者保護の観点から問題がなかったかどうか調べを進める命令はビッグモーターに加え東京海上日動火災保険損害保険ジャパン三井住友海上火災保険愛 o 日生同和損害保険の損保大手4社と共栄火災海上保険など中堅3社が対象問題があった場合 金融庁は業務改善命令や代理店登録の取り消しなどを検討する以下はネチズンのコメントをまとめたものですこの機会に保険会社が自動車修理業者に対して時間あたりの作業工賃を決めたり中古パーツの使用を過剰に促すような行為を取る点についても踏み込んで操査してほしいです そもそも自動車保険の加入や更新に関して自動車販売業者を通じて行う点にも問題があると思います自動車整備販売業保険会社ともにおののの専門分野にもう一度向き合い直すことが大切だと思います天下り先の損保各社に対する長年にわたる金融庁の業務怠慢が露呈した案件 自買席保険の高い保険料損保各社の任意保険の無事故割引の二重等級の頭打ちなど高い保険料を支払う善良な一般契約者の利益を最優先にする必要がある金融庁は現行の自賠責保険の大幅な減額と無事故割引の自由競争を早急に指導すること 確かに中古部品品を新とと偽って使用すす。るのは問題だと思いますしかし全ての修理工場で偽っているわけでなく保証付きリペア品として利用して修理代安くしてくれるとこもありますからそれって薬のジェネリックと同じくらいに考えないと実際メーカー純正品の新品とリペア品では月とすっぽんくらいの値段差あるものもありますから。 報告命令ってかなり重い命令報告命令を出されると銀行証券会社金融商品取引業者保険会社はかなりビビるしかしビッグモーターは金融機関ではないからそんなに重く考えていない可能性があるコンプライアンス意識が欠落しているから 下手すると、適当に嘘を報告しておけばいい、くらいに考えている可能性もあるかもしれない金融庁は立ち入り検査をした方がいいと思うけどなコンプラを法律で社会的義務化するべきだろう行政が率先しコンプラの特別窓口を設置強化してもし不正があれば申告しやすいような方向性に向かわせるべきだろうな 同時に申告者を保護する条例法律を強化し申告したからと社内罰則や退職へ追われないような措置を今以上に強化をするべきそうすることが社会を騒がせる今回のような事件を容易に起こさせない健全な社会行政づくりに貢献できるのではないか次から次に不祥事が出てきてる先日の社長の会見では一部の社員の悪事とか話をしていた 連日の報道を見ると実際はどうあれ会社同士が組んで悪だくみをしていたように想像してしまうビッグモーターと契約している7社全部が悪だくみに関わっていたら業界の印象はかなり悪くなりそうことが公にならなかった一因はメディアのスポンサーへの忖度があったでしょうメディアの罪も大きいある意味片棒を担いでいました 行動をナンバー付けないで走ったり客のタイヤをパンクさせた動画の時はスルーしてましたよねもともと二重査定などの悪評も多く取材すればいくらでも誇りが出た会社です船が沈みかかってようやく叩き出して大げさに悪者扱いして CM 露出度と大手というだけで選ぶそうネットの口コミを知らないそう おどんどんビッグモーターに送り込みましたよねある損害保険会社の代理店を営んでいるものですが保険会社は私たちのような零細代理店には厳しく大きな代理店と保険会社自身にはすごく甘いのですそこのところをこれを機会に知ってほしいと思います